こんばんは、マウンテンマウスマーシーです。みんなのふるさと、ふるさと山口の歌をレコーディングしていきます。まずはちょっと今からコードをギターやろうと思ったらいっぱい動いちゃうけ、耳でコードの紙に書いていきます。感動する曲、ふるさと山口。タラダタラララララパパ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 ちゃん、こんばんは。今日ももらおったよ。ラッキーマンボウ、ラッキーマンボウって言いながら泳いだよ。明日ピンク仙人が記事あげるかもしれんけど、その記事をあげるピンク仙人の先祖の中にひでちゃんのと同じなんかこう縁のある日が716じゃったよ。ひでちゃんじゃ、あのな、ピンク仙人かな、誰かの先祖の時に716出たところでした。ひでちゃんのことが頭によぎってました。いいメロディーよ。白石春次郎くんがこの曲言うてくれて、好きな曲じゃこれ。コード C、C、D7、これが出ないな。C、D7、F マイナー、G。C、D7、F マイナー、G。カポニ。C、D7、F マイナー、D。カラスミ眉毛だ。バッキュン嬉しい。最高です。ありがとうね。ありがとう、ひでちゃん。CD7 F マイナー G。 どこか、どこで716出たかまた分かったらシェアします。Am7Am7Am で何かを弾いて GAm で何かをして GAm、うん、で D7 の G。 季節が巡る、季節が巡る Bm G C F C F C C C だ。 C C7
ここじゃ、ここで涙が出そうになるんじゃ。 A マイナー、 F、 G、 B マイナー、 G の C、 B マイナー、 G、 D マイナー、 G、Aマイナー、 D7 の G、 C を、ここがやっぱ E マイナー、 F、 D マイナー、 G の C、 F を低く次、 C、 ありがとう。お、ひさちゃんが手伝いに来る、最高だ。こりゃまた山口県がハッピーになる。ここがなんか変やったな。間奏のところ、間奏のコード D7、D マイ、 D マイナーの G の C かな。間奏弾きます。 C を弾いて D7、 D マイナー、 G で C、 3番、 A マイナー、 D7、 G、ここは C と見せかけて E マイナーで F、 D マイナー、 G、 C、 F、 涙が出るところが来るよ。ここで C から E7 のこの A マイナー、ここで出るんだ。放送パーパー放送がなのド F、 D マイナー、 G、 C、 OK、 バッチリできました。今日は千鳥の山崎社長の誕生日、2010年3月21日には上関で初めて、今からもう14年前、うおー、カジさんとのラジオ CD ある気がしたな。すげー、思い出す。あれからもう14年経ちました。後ろに五光が差しながらカジさんと電話をして、いや、運転をして ドライブしようと CD を探してみよう。ふるさと山口、ギター入れ、今コードバッチリ分析しました。今から入れます。いい感じよ。
感動するいい曲。ともこさん、マーシーと同じ誕生日。317おめでとうございます。あーすごーい。いいなー、子供の頃聴きおった曲ってこんないい曲じゃったんじゃって。震えたわ。これ絶対歌いながら泣くやつじゃな。これで今度は、もう一本重ねて音を取るためにちょっとチューニングをもう一回します。今日はハワイの曲じゃなくてまた、山口県の曲、ふるさと山口という曲で、これ覚えていろんなところで歌いたいな。感動するわ、ほんま。タララ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 、パンパンパッパパパン。年は違うけど同じ誕生日、感動した日を今でも覚えちゃります。317つながりミラクル。この曲でパパパーン、パパパパパーン、パパのギュパパパーンって涙が出そうになります。あつこさんこんばんは。いい曲これ。感動する曲があるっていうのは嬉しいことじゃ。ギター重ねてみます。できたー。こんばんは。ギター感動するね。ギターの音色が禁じられた遊びから入ったよ。ありがとう、あつこさん。
こまでは覚えてます。やった、いい曲を見つけると幸せいっぱい、ありがたいよ。嬉しいな。たまたま友達がマーシーふるさと山口歌ってって言われて、え、何の曲じゃろうって言って、それを鼻歌歌ってもらったら、あ、好きな曲だってなって、今覚えな、体にメロディーを染み込ますためにレコーディングしてます。そして続いてはベースも入れて、違う、ここじゃない、涙そそるで、ホレッチャーあつこさん、見守りありがとうございます。よし、何回か間違えるかもしれんけど、ベースを入れます。このベースを入れるときは、このふるさと山口にいろんな先人たちの、あ、先人たちにありがとうの気持ちを秋分の日入れらせてもらいます。タイミングバッチリよね。いいよ、早く入るのもいいね。パラララララーンって入ったらいいっけね。はい、
バッチリでーす。イエーイ。いい曲。なんで涙が出そうになるんじゃろう。感動するの。白石春次郎くん、リクエストありがとうございます。タラララララだ。感動だ。バババー。久美さん、そうなんです、レコーディングしています。で、ふるさと山口っていう曲があって、マーシー歌えますかって言われたけど、その時歌えんかったけど、ちっちゃい頃聞いたことある曲で、それを歌いよったら、ある部分でなんかはぁって涙が出そうになる曲で、今覚えながら歌ってるところです。山口県の人じゃったら知っちょる曲かもしれんで、みんなのふるさとっていう曲です。歌詞も全然知らんけど、メロディーをちっちゃい頃なんかトン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 みたいな感じでやったことあったんだろうな。何度か繰り返して歌っていくんですけど、今回は歌詞を送ることもできんけど、知っちょるよ。ともこさん、ありがとうございます。いい曲、感動です。なんで涙が出るんだろう。どっかここで涙が出るよっていうの。あ、ルル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 。ちょっと何度か歌いながらやらせてもらいます。歌の練習です。空の青さに心弾ませ、季節が巡る山と海、自然の優しさ、小さな触れ合い、ここが涙。だらおと夢と見と希望とで泣きそうになるんじゃん。山口、みんなのふるさと。よし、ちょっとずつ。フレーズの青さに心弾ませ、空の青さに心弾ませを入れます。空の青さに、めっちゃ青いやんみたいな感じで入れてください。はい。空の青さに心弾ませ、と海、これが消え、ちょっと音が入っちゃったな。フレーズずつちょっとずつ入れること。涙が出るのは昔の懐かしい素敵な出来事を思い出すからかな。あります、それ。いいことしか思い出せない、そんな素敵な曲、その言葉が素敵な言葉。沼田先生とは小学校、学校でつながって誕生日も一緒に、わーおーってつながりました。でれ、フレーズ入れていきます。空の青さに心弾ませ、山と海、自然の優しさ、小さな触れ合い。自然の優しさ、
小さな触れ合い。花に明けゆく山口、花に明けゆく山口、花に明けゆく山口、みんなのふるさと。みんなのふるさとは後取り。はい。でんでれ。花に、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 明けゆく山口。山口。いい感じでできていってます。これを間違えないようにやらんとな。で今一番のフレーズをちょっとずつ。空の青さに心弾ませ。空の青さに心弾ませ。季節が巡る山と海。ここやな。季節がめ、季節が、季節が巡る山と海。さしさ小さなふれあ、希望と夢と緑と。この希望と夢と緑と、希望と夢と緑と、希望と夢と緑と、みんなのふるさと。いいね、最高よ。英語一緒るね。ありがとうございます。2番に行きます。それ久美さん、あの時猪子歌レコーディングできたのありがとうございました。太陽も10月26日に向かって、また今日もワクワク話してました。いい曲、山口の歌、2番、行かせてもらいます。覚えれないんで、フレーズずつで。杉氏、維新に、思いを馳せて、思いを馳せて。杉氏、これ歴史の歌でもあるんだな。初めて歌詞を見ました。し、維新に、思いを、馳せて、馳せて。いけそうだ。杉氏、維新に、思いを馳せて。城下町、SL 旅行く、一つの触れ合い、この触れ合い、いい曲に出会えるって最高やな。この次のところのところが涙が出るところ、涙が出る前の SL 旅行く、一つの触れ合い、 SL、SL 旅行く、一つの触れ合い。すごいな。
水が溢れる山口弁天池、水が溢れる水ありがたいよ。今山口県のちっちゃいあの子供の頃に聴きよった歌を歌いながら感動しながら歌ってます。水が溢れる山口ありがとね。うわーすごいな。このこの曲をレコーディングしよるんだけど、マーシーはこの曲を覚えたらいいよって去年の4月の終わりに、3月の終わりにこのカセットをプレゼントしてくれた方がいたんですけど、でその人がその分でこの曲を聴いて今回般若寺にお参りをしようってふるさと山口をマーシー歌ってほしいよって言われて覚えてなくて感動しながら聴いています。よしありがとう。この間もありがとうございました。あの眼差しのおかげで久美さん、ヨッシーもちーちゃんも10月26日心合わせとくよ、来るよって言ってくれました。ありがたいよ、幸せますです。でこのカセットをくれた方は去年の12月に亡くなってしまったけど今レコーディングしております。そのこれを歌うことによってこのカセットをくれたその人も、ああマーシーにカセット渡しちゃってよかったなって思えたらなと思っております。10月26日楽しみ、みんなで行くれ、やった、ありがとうございます。太陽も大喜び。今回今日野々村誠さんも連絡をしてありがたいことだ。世界不思議発見は38年間で終わったっていう話とかも今日出たりしようと、いろんな歴史がこうやってつながっていって今この日につながって、で山口のハッピー、ああやった、ちーちゃんよしありがたいです。よし、この曲がカセットくれた一人、パラパーパパパパパパパっていうところで涙が2番のところのフレーズも一回練習でいきます。思いを馳せて歴史が招く、これ萩のことだろうな、城下町 SL 旅行く、勇気と愛と光と水が、あそこがね涙、勇気と愛と光と、いけそうだイエイイエイイエイ、歴史が招く歴史が歴史が招く、パン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 、歴史が招く城下町、雪と愛と光、雪と雪、元気と元気の雪と鈴が元気、そうすごいな、元気くん雪くん出てきた、雪と愛と光と みんなのふるさと、 バッチリいい感じです。
自分の一番良い誕生日で小刻みに大切に細かくレコーディング。これですよし。ありがたい。の生まれたところ。すごいな。3番も素敵な歌詞です。ここは私の生まれたところ。そよ風渡る川澄で。ホタル飛び交う心の触れ合い。平和の虹を未来の橋に。羽ばたく山口みんなのふるさと。卒業式の言葉みたいじゃな。言葉もいい言葉だけど、これにメロディーがつくことで感動するんよな。はあ、多分きっとこのすごいね。この嬉しいことじゃ。誰が作っちゃうんだろうこれ。国金由美子さん、徳山の人と、作曲が田村博さん、山陽町。へえ、周南市でも山陽小野田市でもなかった頃。歌だ。時代を超えてもめっちゃいい曲です。曲さんに出会ってもらって、こんな風にレコーディングってやってるんだね。初めて見たよ。ちーちゃんところでレコーディングしたのもめっちゃ楽しかったです。学生の頃こんな音楽の先生に出会いたかった。ヨッシーに会ったら僕感動しております、いつも。生まれたところ、そよ風渡る。すごいわ。涙が出るわ。涙が出るわ。酒でも飲んじゃるみたいじゃねえました。今涙が出るって思ったところのあれがあれでしたよ。3月17日自分の誕生日にミラカウベルのハンバーグの食べて、時間もう3日経っちゃるけど体の細胞には確実に入っちゃるなって思って、そこに意識を当てた瞬間、ほら涙こういう風に涙が出るよって言ったら太陽大笑いするんですよ。面白い。いろんな人の涙じゃこりゃ、ほんますげえな。すごい。涙が出るからこそにっこりと。ここは私の生まれた。感動するわ。ちょっとでもあれじゃ、ここは私の生まれたところ、そよ風渡る川澄で、蛍飛び交う心こりゃどうかいな、このレコーディングは。ふるさと、昨日般若寺行った時に手合わせて、もう大自然のありとあらゆるものをみんなプレゼントしてくれて、雷の音はする、雨は降る、氷は降る、雪も降る、風は強く、これ虹でも出るんじゃないって言って、橋を見た瞬間に虹がドッカーン出て、出た虹が出たってみんなで、出た出た虹がって大はしゃぎ、半年寺で竜宮西門のところで、でこれまた出そうよねって言って、また雨がパラパラって、空青空なのに雨がこのパラパラって虹出るって、出た出た出た虹が、素敵なギフト。今山口の音色が熊本にも届いてるって思ったらまた感動だね。人生はワンツーパンチ、あなたのつけた足跡にゃ、水前寺清子さん熊本県、あすこさんありがとうございます。めっちゃ感動です。
すごいわ。平和の虹を未来の橋に羽ばたく山口みんなのふるさと。平和の虹を未来の橋に羽ばたく山口みんなのふるさと。これ小学校の頃歌詞の意味もなく意味もわからずなんかどっかで流れよったんでもらいなく、ありがたい、安子さん。なんで涙出てるんじゃろうね、感動の涙。3番好きじゃん、これ。ここは私の生まれたところ、そよ風渡る川。未来の橋に羽ばたく山口の時に頭に流れたのが坊やは良い子だねんでしななの映像が流れたな。涙もだいぶマーシーのところからどっかに行ってくれました。これで幸せいっぱい笑顔満開歌えそうです。見守りありがとうございます。3番を入れたらバッチリ。バック演奏は切って3番行かせてもらいます。ここは、はい、レコーディング中は心を切り替えて笑顔満開。この曲に目いっぱいありがとう、山口ふるさとにありがとうの気持ちを込めて、はい。ここは私の生まれたところ。ところの時は子供たちに言うような感じで。はい。ここは私の生まれたところ。ところ。もう、ろがちょっと使ったよ。はい。でもいい感じ。いいよ。心こもってるよ。ありがとうございます。ここは私の生まれたところ。蛍飛び交う心の触れ合い。今マーシーのところに全国から虹が集まってきて山口で大きな虹の完成じゃ。よし、めっちゃ素敵なイメージをありがとうございます。すごレインボーボール、すごい360度みんなが素敵な虹色の心を送ってくださりありがとうございます。確実にこのレコーディングにこのハッピーな心が入ってます。ありがたいよ、幸せます。蛍飛び交う心の触れ合い、触れ合い心飛び交う。いいよ。蛍飛び交う心の触れ合い、橋に羽ばたく山口、橋に羽ばたく山口。いい感じでできてます。確実に心が入っちゃいます。いろんな涙ありがたいな。川すみれ
そよ風渡る、そよ風渡る。リズムね。はい。いいリズムよ。そよ風渡る。風がね、風がこうピタってなった今。はい。風が流れるように。坊や良い子だねんねんしな。そんなイメージで。はい。そよ風渡る川隅で。OK、いいよ。次、大事大事のところよ。回し、未来で何度も回しが鳴くとこ。平和の虹を未来の みんなのふるさと、 みんなのふるさと、 自分のふるさと、 みんなのふるさと、 山口だけじゃない、 みんなのふるさと。みんなのふるさと、みんなのふるさと。はい。みんなのふるさと。できました。ありがとうございます。ラララララ。今度は音のバランスを。まず声を入れる前に、心、この音のバランスの方まず入れます。よし、してもらいます。よし、 OK、 虹色のチュッパチャップス完成。いいな、最高です。素敵なイメージありがとうございます。よし、ラララララ、心弾ませ季節が巡る、山と海、自然の優しさ、小さな触れ合い、希望と夢と緑と花に明けゆく山、みんなのふるさと、杉氏一心に思いを馳せて、招く、今このギターをレコーディングでまとめているところです。そこに今声を歌いながら心合わせてます。今日が3月21日だったって僕はお昼頃に気づくことができて、いつの間にか3月21日、みんなにとっても3月21日っていろんな思い出があると思うんですけど、僕そういや思い出すなって思うのが、2010年の3月21日は上関の白井田八幡宮というところで、ブルーハーツの梶原哲也さんとのんちゃん、ふみちゃん、マーシー、
あと浜さん、パクタック、のんちゃん、うーちゃんとみんなで奉納演奏したなっていうのを思い出しました。あれから14年経って、今日は上関の編集時にも行かせてもらって、素敵にどんどん整っていき、こういうさんがお話をしよるところで、みんなが話を聞けば聞くほどどんどん笑顔ニコニコになって、めっちゃハッピーな空間になっていました。そんなこともあり、こうやってこの曲をレコーディングをバッチリみんなの眼差しの中でやることができました。よっしゃ、これで今音を合わせたけ、声と楽器をバランスを合わせます。こうやってトントントン、心弾ませ季節が巡る山と海、自然の優しさ、小さな触れ合い。小島さんじゃ、思い出した、このカセットをくれて、去年の12月に亡くなった方が小島さんっていう、すっごい楽しい、おじちゃんじゃって、小島さんの名前がさっき出てこんかったけど、今これ聞きよったら思い出せました。小島さんもきっとこれ喜んじおります。ありがたいよ。エンジェルクミさんも一緒に小島さんとはミトコンドリア踊って、一人モアナでもめっちゃみんなに仮装して、仮装グッズをプレゼントしてくれた人が小島さんです。その人がこのカセットをくれて、今日このカセットをかけて、まず覚えてコードを落として、こうやってレコーディングができています。やったー、いい曲できたー。よし、じゃあレコーディングマスタリングです。ホルデスクミさん、カスミさんの船に乗ってみんなでハッピーに見てくれてます。空の青さに心弾ませ季節が巡る山と海、自然の優しさ、小さな触れ合い。ここで涙が出るよ。希望と、ここが好き。夢と緑の花に明けゆく山口、みんなのふるさと。杉氏維新に思いを馳せて、歴史が招く城下町、SL 旅行く一つの触れ合い、雪と愛と光と水が溢れる山口、みんなのふるさと。パパパパパパパ、3番もレコーディングの前に涙は全部流して歌えました。ここは私の子供の頃に戻る、生まれたところ、そよ風は吹く川すみで、蛍飛び交う心の
ナンバーが思い出したんだ。虹を未来を走り羽ばたく山口みんなのふるさと。やったな。そっか、これでこうちょっと歌いよるレコーディング歌いよる感じをちょっと撮るんじゃ。バッチリいい感じできました。あとは画像をピピって、よし、これでマスタリングは OK。 タタランラーパパパンパンタララララ。タラララララ、テレレレレレレレパンパン。もう一回流しながらやります。これでピッ、オッケー。空の青さに心弾ませ幸せまーす。やったな、ブラボー
この撮影の、撮影しよる分は、後から、YouTube でこうやって撮影、この曲ができていきましたということでアップしようと思います。たった。ミラカウベルハンバーグ2024バージョン。ミラカウベルハンバーグ食べて嬉しい喜んで。ミラカウベルハンバーグ今年も最高ミラクルだ。3月17日ゆかりちゃんが言ってきました。マーシー今日は何を食べる、ハンバーグを食べますかと。いやもうちょっと待っちょって、マーシーサザエわかめナマコ送ったけ、もしかしたら送ってくれるかもしれないからちょっと待ってて。そうやって会話してたらピンポン大和郵便、話してたタイミングでミラカウベルハンバーグ来た。ミラクルタイミング、ゆかりちゃん今日の夜はミラカウベルハンバーグでお願いします。ミラカウベルハンバーグ、マーシー誕生日じゃけにこ食べた。ミラカウベルハンバーグ中谷家が大ファンです。ミラカウベルハンバーグ食べて幸せ嬉しいな。ミラカウベルハンバーグ幸せ万々歳です。やるあれが出たな。今日レコーディングしながらたまに寄った曲、坊やは良い子だねってしな。頭の中にこの竜の映像が出た。地球はお日月様と、さすがお日様の子供なんだってさ。嬉しいね、温かいね。コメント今くれたらそのコメントも歌わせてもらいます。嬉しいね、いつも一緒で。嬉しいね、ありがとう、お日様家族。去年の11月18日みんな宇宙家族、この歌大好き、かつみしぶ。愛があふれる空間になってる。熊本の厚子さん、山口と熊本、水前寺にお子さんと厚子さんがつなげてくれてる。こうやって埼玉県や神奈川県、どんどん溢れる虹。3月21日この日が思い出す嬉しい出来事。久しぶりだね、あっこちゃん、くっちゃん。素敵すぎます、平和を祈り。昨日は12時6分にマーシーはハワイの曲を歌い、ホーユーさんはドラえもんを娘さんと見てた。日本全国のみんながそれぞれの場所で思いを合わせ、アロハの気持ちで。アロハエンジェル、イエーイ。アロハエンジェルでいい曲ができるな、これ。涙の粒の中にも虹が光ってる。最高の地球遊びの素敵な言葉、もう一回歌いたいな。涙の粒の中に虹が光ってる。魔法のピカピカなんて素敵な言葉が並ぶの。アロハエンジェル感じてみて、大根の力が満ちたハワイ。アロハロアピカピカ、マハロケオが赤く
涙がひらり同じ涙がひらりスピーツ同じ言葉同じセリフロビンソンも頭に流れました魂のパートナーと出会いそれが開いたのならばお風呂の中でも聞いているよ黒曜石とオルゴの色が輝く涙の中に息が出た素敵なエネルギーさ笑顔が溢れる瞬間ギフトオブライフも流れる元気と勇気の鈴がリンリンと泣けた友達もみんな喜ぶ栄光は散りだこの地球で栄光に向かって走ってる魂の夢それはあなたがハートで感じるストーリーアロハエテ嬉しいもんだI have to be here. Today I'm pink sending and live show. Pink sending the ancestors. No, tomorrow's pink sending article. Please, Nishimoto してくれますありがとうの嵐が鳴っているおーおーおー騒になって踊ろうララララララ夢が叶うからあの時山田さんのところでみんなで食事をしたことピンク色に染まるピンク仙人ピンク仙人今は3時から山に入ってタケノコ6時間掘り続けてるそうです別所哲也さんかな別所哲也さん皆さんは別所哲也さんっていう人知ってますかあっちょったかな愛のハーモニー人間違いかもしれないけど遥か彼方から遺伝子の和装細胞の進化遺伝子の和装細胞の進化ミトコンドリア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  4G あちょっと皆さん別所哲也さんという人知ってますか皆さん別所哲也さんという方知っておりますかミトコンドリア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  4G すごい久美さんも知っちゃったありがとうございます仙人のお父さんの妹さんはアメリカのどこかの方に移住してた移民した歴史があるそうですピンク仙人は鼻笛吹いていつも踊っていたけれどお父さんの妹も踊りしてたそうですその踊りをアメリカで踊ってるおピンク仙人のおばちゃんは子供が生まれ子供が大人になってまた結婚して子供が生まれると英語の勉強して日本の芸能人と結婚したその人の名前が別所哲也さんでした別所哲也さんそれが日々の中で英語でちゃちゃ乗ってたそれをピンク仙人に
伝えたら大喜び、マジびっくり仰天だ。みんな宇宙家族だから、素敵な線路に守られて、みんな宇宙家族だから、幸せいっぱい万々歳。ありがとう、ありがとう、ありがとう、僕はみんなの言葉をつなげる山口の基地局、ミラクルいっぱい、よしちゃん、ありがとう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 。10月は26日はいよいよい太陽のお祭りだ。どこせどこせ宝あふれる、それはな宇宙家族、あらじゃあサンキューですよ。いやら、あれは異性、これは異性、さなんでもせ、この曲を島のみんなでいよいよい歌うんだ。20月、どこせどこせ、みんなで覚えて、それはな歌ってみよう。あれはいや、どこせよ、いやな、サンフェスタ、サンフェスタ、素敵な名前、みんなで集まろう、よいよい、サンフェスタボリュームは、どこせどこせ、今日めめ、それはな、サンフェスタ、あれはいや、どこせよ、いやな、あれは異性、これは異性、さなんでもせ、みんなで集まって、よいよい、集まるサンフェスタ、どこせどこせ、再会できる、それはな、サンフェスタ、あれはいや、どこせよ、いやな、あれは異性、これは異性、さなんでもせ。幾千人のおばちゃんは、よいよい、アメリカで盆踊りを広めた人だし、どこせ、どこせ、幾千人はそれはな、花笛して踊って、あれはいや、どこせよ、いやな、あれは異性、これは異性、さなんでもせ。サンフェスタ終わった後に、よいよい、ビラカウベルハンバーグ食べる。どこせどこせ、新時代のばあちゃんは、どこでもご機嫌だ。あれはいや、どこせよ、いやな、新世代のばあちゃんは、どこでもご機嫌だ。一に俵踏んまいて、二でにっこり笑って、三で酒を作って、四つ世の中栄養に、五ついつものごとくに、六つ無量息災に、七つないことないように、八つ屋敷を広めたて、九つ九らで蔵を建て、どうでとっくり押された、知恵家の家、この家ハンドセイ、ハンドセイ、ハンドセイ、もう一つおまけにハンドセイ、隅から隅までハンドセイ、チーエイエイノイエイ。大黒様のくせにゃ、一に俵踏まえて、二でにっこり笑うて、三で酒を作って、四つ世の中へように、五ついつものごとくに、ぶつぶりを息災に、ならず何事ないように、八つ屋敷を広めたて、心つ心らで蔵を立て、どうでどっくり収めた、ちえいえいのいえい。この家繁盛せ、繁盛せ、繁盛せ、大大大大繁盛せ、ちえいえいのいえい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 。
礼を申し上げます。いやさかいやさか、この道の蔵には米が何升あるか、千升も万升もある、小判千両百万両、この家の蔵には米が積み上げ積み上げでございます。ちえいえいのえい、ちえいえいのえい、いやさかいやさか大繁盛、ちえいえいのえい、ちえいえいのえい、いやさかいやさか大繁盛。ここ繰り返せれるフレーズ、ここでまた生まれました、サンフェスタ。ちえいえいのEAEA でいけるな。 CAA の YAYCAA の YAY、 いやさかいやさか大繁盛、 CAA の YAYCAA の YAY、 いやさかいやさか大繁盛、 CAA の YAYCAA の YAY、いやさか大繁盛、地球遊びだ地球遊びだ、いやさかいやさか大繁盛、いやさかいやさか大繁盛。歌から心から、オルゴノイドから、ミトコンドリアから、色がカラフルになっていくだろうか。アイアイヌアルコレイナーニカアヒヒポコヘカラテレケハコエヤメラエケキヨマオポラワイカプアロカマカハラケハコエヤマナエケキヨマオポラワイカプアオカマカハラ。ケアハカハナワイプヒ、歌から歌が湧き出てくる、みんなの喜び広がってく、湧き出ていく色鮮やかに。アイアイルワルコレイナリカアヒヒポコヘカラケレケハコヤメラエケキオバオオライカプアオカマカハラケアハカハナアワイプヒアホホマウネイケオホパライカキエエイノワノカピオラニ。嬉しい方だ。エケミタキナルパナガブリエスティナルパナダマザセンギアスキンバイカキラカキラカキラテケリアステケリアスティナルパナガブリエスティナルパナミンダラオルナイノワヤセンギカキラカキラカキラビリビリよかったな、できたな。今CD を編曲、待ち時間になっています。できてよかった。これでさっきこの携帯で撮った動画でさっきの音と合わせて文字も合わせて、それで今日の夜か明日の朝にはこのアップできたらなと思っています。幸せな時間を本当にありがとうございました。ありがたいよ幸せます、感謝ありがとう、幸せの連鎖、せーの、万歳万歳万歳よ。ラッキー兄弟マウンテンマウスのマーシーでした。みんなでこうやって涙を共有し合って
幸せな時間をありがとうございます。涙のリクエスト、ありがとうございました。よいしょ。